ロシア連邦共産党、ロシア連邦共産党、ロシア連邦共産党、CBRF はロシアの共産主義政党。党員は約16万人。党首は中央執行委員長のゲンナジージュガーノフ。ロシア連邦共産党はソ連共産党の崩壊の後を受けて、1993年にロシア共和国共産党再建のための組織委員会が発足し、 旧ソ連共産党の党員が結集したところから始まる。こうして、ロシア連邦共産党が結成され、党首にジュガーノフを選出した。同党は、エリチン政権下で、アナトリー・チュバイス、エゴールガイダルらの主導によって行われた、経済改革、ショック療法により生活を直撃された低所得者層の支持を獲得していった。 ソ連時代からのロシアの社会制度を破壊する、急進的な資本主義市場経済の導入や、ソ連時代に保たれたロシア領土の一体性を崩壊させたチェチェン紛争を取り上げて、エリチン政権に批判を加え、1995年1月21日に開催された第三回答大会では、新しい綱領を採択した。このロシア連邦共産党綱領は、 ソ連共産党綱領を批判的に継承した文書と評価される。長期的な戦略目標として、ロシアの直面している政治的、経済的危機の克服と社会主義体制復活の準備、社会主義体制への移行、社会主義の発展という3段階による社会主義の復活を掲げた。その中で当面は、第一段階に立脚し、議会の内外による活動を宣言し、 人民大議員大会の復活、ソ連再建やショック療法、民営化の放棄などを謳った。同時に、党大会では、ロシア連邦共産党のイデオロギー及び、権力獲得の戦略を集約し、同党が、ボリシェビキ以来のソ連共産党の後継者であり、国際共産主義運動の経験に則り、勤労者の政党としての再生を図るとした。また、 当下にインターナショナルを当初にかまとついに本を加えることをスローガンにはロシア、労働、人民権力、社会主義をそれぞれ採択した。1995年ロシア会院選挙ではエリチン政権に対する不満を吸収し、157議席を獲得し、第一党となった。続く1九9六年ロシア大統領選挙ではジュガーノフは、 カリスマ性が足りないと言われながらもエリツィンに一時、僅差まで追い込んだ。同年、スイスのダボス会議でジュガーノフは民営化や外資導入といった混合経済を約束し、ソ連時代の計画経済や国有化一辺倒に戻ることはないと表明して、欧米の政治家や財界人からも支持された。しかし、このジュガーノフの歓迎ムードに危機感を覚えたジョージ・ソロスは、 ボリス・ベゾフスキーに行動を促し、ベレゾフスキーらオリガルヒは、エリチン再選に動くこととなった。1996年からは、共産党のゲンナジー・セレズニョフが、ロシア連邦議会会議長を務めた。1998年から1999年までのエリチン政権下では、ユーリ・マスリコフが、セルゲイ・キリエンコ内閣で、産業貿易省、エフゲニー・プリマコフ内閣で、 第一副首相に起用され、共産党は与党であった。1999年ロシア会員選挙でも第一党の座を維持するが、プーチン政権になって行われた2003年、ロシア会員選挙では、反プーチンの立場を鮮明にしていたオリガルヒである、ミハイル・ホドルコフスの大手石油会社ユコスから、現金を受けていたことなどが暴露され、大幅に二石を失う。 2007年ロシア会員選挙でも議席をほとんど増やせなかった。92議席を増やしたプーチン政権の与党、統一ロシアとは対照的である。2007年の会員選の時点ですでにプーチン政権及び統一ロシアによる支配は確立されており、世界金融危機での政権支持率低下をもってしても共産党が政権を取ることは 現在のロシアでは難しい勢いであるとの見方がある。一方で、政権支持率の比を追うごとの低下で、再び共産党が脚光を浴びる、可能性もあるとの見方もある。事実、2009年には、モスクワ北西部のトベリ市議会選挙で共産が勝利しており、景気失速で共産党は支持を伸ばしつつある。 2011年ロシア会員選挙では1259万9507票、19.19% 19を獲得し、92議席と議席を増やしたが第1党に返り咲くことはできなかった。ところが、シンクタンクガバナンスプロブレムアナリシスセンターの調査によると、ロシア連邦共産党が2011年の会員選で、本当は30%の得票を獲得。 第一党になっていたという結果が出た。統一ロシアは2位の22%の得票。2011年の下院選の監督者であった、ウラジーミル・チュロフは、私は選挙スタッフたちにモスクワとサンクトテルブルクの精神病院の住所を把握するようお願いします。要するに、そこに行けということと批判した。なお、与党である統一ロシアは、報告書はファンタジーでありコメントするに値しないと述べた。 2014年のノボシビルスク市長選、2015年にイルクーツク州の知事選では共産党が統一ロシアに勝利している。2016年ロシア会員選挙では小選挙区比例代表並立制になったことで他の野党と並んで議席を減らすも第二党を維持した。2018年9月16日に行われた宴会地方の知事選挙では 開票率が9割を超えた時点でリードしたのにも、かかわらず統一ロシアに票が水増しされて、候補者が負けたとする共産党の抗議を受けて、選挙管理委員会が選挙結果を無効とし、3ヶ月以内に再選挙を行う判断を下した。選挙結果の無効はロシア現代史上初の事態であった。ロシア連邦共産党は、ロシアの政党法にのっとり合法的に、 地方組織を整備している。すなわち、ロシアの政党法では、連邦議会会員国家会議に議席を得るために、政党は1万人以上の党員と、連邦構成主体のうち、50の連邦構成主体に支部を設置しなければ、ならないが、ロシア連邦共産党は81前連邦を、構成主体に、党組織を持っている。それぞれの地方組織、支部は、州や地方、仕事に、 地域委員会を設置し、地域委員会は第一初期により指導される。ロシア連邦共産党の本部はモスクワにある。党の青年組織としてはロシア連邦、レーニン主義コムソモールがある。ロシア連邦共産党にはいくつかの派閥が存在するとされる。ロシア連邦共産党は再スターリン化を標榜し、宣伝看板にはソビエト連邦の独裁者であった。 スターリンの絵が大きく描かれている。また、この党のモスクワ支部のサイトでもやはり、スターリンを美化している絵が掲載されていたほか、党が運営する、スターリンの汚職防止委員会というページがある。さらに、ジュガーノフ党首が、スターリンの共造に喧嘩したこともある。1956年のニキータ・フルシチョフによる、スターリン批判以降のソ連共産党では、時期によって、 スターリンに対する批判の強弱はあるものの、このようにスターリンを全面に押し立てることはなかった。ただ、ジュガーノフ自身は1996年の世界経済フォーラムで共産党が政権を取った場合でも極端な政策は取らないことを表明しており、実際に共産党が政権を取り、ソ連が再建されたとしても、 かつてのような社会主義計画経済のスターリン主義国家に戻る可能性は未知数であり、中華人民共和国の党昌平が自らの手本ともしており、中国共産党と同じ改革方法を取れば、ソ連共産党は崩壊しかったとして、かつてのミハイル・ゴレバチョフのペレストロイカへの批判と、中国やベトナムのような社会主義市場経済の採用をほのめかしている。 なぜここまでスターリンを持ち上げるかといえば、ロシア国民の間で愛国主義の象徴として崇拝する人も少なくない。スターリンを持ち出すことで国民の愛国心に訴え支持拡大を狙うパフォーマンの一種との見方もされている左翼ナショナリズム。皮肉にもプーチン大統領も国民の愛国心を鼓舞して自身の支持率を上げることを戦略としており、 その点で統一ロシアと共産党の政治手法の差はあまりないと言える。プーチン政権についてはかつては批判的なスタンスを取っていたが、クリミア危機、ウクライナ東部紛争ではロシア政府を擁護しており、2014年7月には2014年、ウクライナソーランでの東部の武装鉢への資金提供などの関与からジュガーノフが、 ウクライナ政府から要注意人物に指定されており、同年11月4日は、政権党の統一ロシア、共産党、厚生、ロシア、LDPR の4党、国会に議席を有するすべての党であるが、ウクライナ領にある国家のノボロシア人民共和国連邦を支持する合同集会を行った。この集会には、白、金、黒の旧ロシア帝国の国旗を掲げる。 極右勢力も参加していた。ウクライナでの優等である、ウクライナ共産党もウクライナ裁判所の判決によって強制的に解散させられている。共産党の野党としてのスタンスは2014年現在微妙なところである。2011年から2016年まで下院国防委員会委員長を務めた共産党議員で元国会艦隊司令官のは プーチン政権に対して、ウクライナと同様のシリア内戦への地上部隊による軍事介入を呼びかけたことで、国メディアから注目を浴びていた。日本共産党の党大会の際には、メッセージを寄せている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。